公爵様、ここの聖望の会のメンバーは我々が取り押さえました。つい先ほど彼らは急な命令を受けたのか、ここから離れようとしまして、あまりにも異常な行動だったため先手を打たせていただきました。今公爵様に知らせに行こうと思っていたのですが、まさかその前に来ていただけるとは。よくやった。こうなると思って事前に準備してたのか。本来は監視するよう命令しただけだったが、今となってはちょうどいい。聖望の会が活動している場所を全て捜索し、そのメンバーを全員連れてきてくれ。はっ、直ちに向かいます。さて、ここの奴らは。やはりな、どいつも頭に傷がある。中空のトゲが丸ごと埋め込まれてるようだ。近くで見なくてよかった。びっくりしたぞ。おいら他のところを見てくるな。この訓戒の成果こそルシェ君を安心させてるもんだ。こいつらは想像を絶する苦痛を経験したに違いない。他の場所も調べてみよう。違ったり作者の名前が違ったりするだけだ。たく、聖望の会のメンバーが書いたとか言ってたよな。何を見つけたと思う？ブラウズポートっていうもんだ。この装置を使うことでラウンジ内の行動を遠くから監視できる。これさえあればドゥジェ君本人がここにいなくてもあいつの目は決してここから離れない。ああ、シナリオにも命令にもないことが起これば戸惑ってしまうもんだ。下手に動けば失態を犯してしまう可能性がある。ならいっそ行動を控えめにするか、あるいは何もしなければいい。ドゥジェ君のあいつらに対する飼いならしはすでに完成してる。公爵様、大変です。どうした？彼らの活動場所に誰もおりませんでした。それどころか一度も使われた形跡のないものが数多くあり、また意図的につけられた使用跡も見つかりました。例えば水垢やホコリといった跡などです。また聖望の会のメンバーの部屋も調べましたが見つからず、情報によると彼らは長いこと帰っていないようです。そうか。人が消えた？まさか。ああ、もしドゥジェ君が恐怖だけを利用して管理していたら告発者の出現を止めようがない。そして真実が明らかになれば、あいつが長い時間かけて作り上げてきた嘘は機能しなくなる。つまりラウンジや娯楽施設、普段ここを出入りする聖望の会のメンバーを含め、その全てはドゥジェ君が丹精込めて練り上げたショーに過ぎないというわけだ。最も成績を出した者、最も従順な者だけがドゥジェ君によって役者として選ばれる。じゃあどこに行ってあいつを探せばいいんだ？そうだな、もしあいつが囚人を他の場所に拘束していたら監視はきっと気づくはずだ。
だがそれらしき報告はまだ受けていない。ルジェ君はおそらく監視を買収したんだろう。ああ、行こう。あんたらもついてこい。おそらくな。情報が耳に入ればドゥジェ君に助けを求めるほかない。このまま下に向かうと廃棄されたエリアがある。ドゥジェ君がメンバーを拘束するにはある程度のスペースが必要だ。そこを占拠してる可能性は高い。方向性は合ってる。次は例の監視を見つけ出せばいい。急ごう。俺らはこっちを、あんたらはそっちを頼む。あいつらを取り押さえろ。利用せずにだ。さっさと連れ去るぞ。ルジェ君の命令で来たのか。どうしてあの監視に手を出した。こういう時はさっさと白状した方がいいぞ。お前らを助けたがってるのがどっちかまだわからないのかよ。進んで協力すれば生産の際に上場酌量の余地ありとして見てやる。会長はあいつが来るのを恐れてたんだ。うちらの拠点を暴くんじゃないかって。本来ならそのまま奴を下に投げるつもりだった。だがそこにお前たちが現れた。つまり拠点はこの先にあるんだな。ああ、道に沿って降りていくと排水用のパイプが見える。その中に入ってまっすぐ行けば着く。監視、こいつらを連れて行け。さて、降りてドゥジェ君に会って奴の真意を確かめよう。いざ。
こんなに広い空間があるなんて。ああ、ここは廃棄された作業エリアだ。経費の問題でずっと放置されてた。普段ここを巡回してるやつもいるんだがどうやらそいつもドゥジェ君に買収されたんだろう。さあ行くとしよう。あいつはサプライズをたくさん用意してくれてるはずだ。始めよう。おい、大丈夫か？もう危険はない。監視どもと一緒にここから離れておく。警備ロボまでいるなんて、あいつ相当念入りに準備してきたみたいだな。警備ロボの紛失や妙な廃棄申請、そういった異様な出来事については以前から気づいていた。あいつも俺と正面から向き合う覚悟ができてるようだな。あれ、なんだこれ。何かのガイドラインのようだ。見せてみろ。聖望の会の規則がずらりと並んでやがる。こっちが本物ってわけか。勝手に離れるな、互いに話をするな。5人1組のチームを作り、規則に違反した者が現れたら全員を罰する。他人の違反行為を告発した場合、報酬として食料と水がもらえるやはりそういうことか。こんなのあんまりだぞ。理不尽にも程がある。ここに囚われた者は食料や水を得るために他人を告発しなければならない。だがその行為は他人が罰せられることを意味する。あいつらは規則を破ることを恐れて互いに話すことをやめた。そして告発によって猜疑心と憎しみを抱くようになり、やがて孤立していく。それが長く続き、次第にドゥジェ君の奴隷になっていったというわけだ。覚えてるか？パイモンが黒い宝石に触れた後、あの箱の中にある菓子にまで警戒するようになったのを。こいつは明らかに食い意地が張ってる。だというのに感情に揺さぶられて滅多に見せない選択をした。オイラを例にあげる必要ってあったか？それにオイラは間違ってなかったと思うぞ。ああいった状況なら慎重に選択すべきだろ。ああ、あんたの選択は理にかなったもんだった。だが他人からしたら、それは感情によって歪められた末の正しい選択に見えたかもしれない。人の心は海に浮かぶ小舟のようなもんだ。一見航路をコントロールできてるように見えても、実際は常に風や波に流されていて、最も危険な場所に行き着いてしまう。恐怖で波風を立てるのなら、必ずや代価を払わなければならない。
俺の記憶が正しければ、この先はここの中核を担うエリアだ。だが、扉が閉まってる。ドゥジェ君とケリをつけるより、聖望の会のメンバーをできるだけ多く救う方が優先度としては高い。あんたらはここで待ってろ。俺らは扉を開けて、この先に行ってくる。扉を開けるって、ここにある装置を使うってことだよな。どうしたらいいんだ？まあいいや、適当に触ってみようぜ。さっきと同じように、まずは目の前にある装置を起動してみる。何か変化が起こるかもしれない。
ここは牢屋のようだ。うん、空きがたくさんあるな。おそらくドゥジェ君はここにいた大半のやつを他の場所に連れて行ったんだろう。まずはここに残された人たちを助けようぜ。一人でも多くな。やめろ。私は外に出ない。もう二度と出るものか。近づくな。私を面倒ごとに巻き込むな。違うぞ、落ち着いてくれ。オイラたちは悪いやつじゃないんだ。過度なストレスによる反応が出てる。しばらくまともに会話はできないだろう。ここにいる者は多かれ少なかれこういった状態にあるのかもしれない。ここは一旦看守に任せて、俺らは引き続き先に進もう。わかった。まずは出口を探そう。様かもしれません。行ってみましょう。ここはあんたらに任せた。全員無事に外へ連れ出してくれ。はっ、承知しました。公爵様もお気をつけください。我々はここでいつでも命令を待っています。ああ、あんたらは自分の仕事をこなしてくれればそれでいい。俺には十分頼れる助っ人がいるからな。さて、戻って確認するとしよう。最初のホールにある仕掛けも同じ装置で固定する必要があるようだ。そうすれば収穫エリアへの扉も開くことができるだろう。それを忘れずに持っていけ。ここに操作台っぽいのがあるぞ。そいつはブラウズ端末だ。前に見つけたポートを通じてラウンジの映像をここに送ってる。ドゥジェ君はここに座って楽しんでいたんだろう。聖望の会のメンバーがまるでマリオネットのように
糸に踊らされながら演技している様をな。それを聞いてますます腹が立ってきたぞ。怒りに震えている。聖望の会に規則を軽視する者が今なお存在することに。フェソレ、エイビス、この二人が聖望の会を裏切った。いいか、裏切り者がどのような代価を払うことになるか、ここにいる者たち全員の目に今から焼き付けてやる。さあやれ、エイビス。そのトゲを彼の脳に刺し、疎通の水をゆっくりと注入しろ。一滴、一滴ずつだ。すべて注入するまで手を休めるなよ。ごめんなさい。大丈夫。僕は耐えられるから。死後は慎め。誰が喋っていいと言った。私が定める規則は、至高なる鉄の掟。ここの原則を破ろうとすれば、さらなる罪が課せられるぞ。そこまでだ、ドゥジェイ君。あんたの土地狂ったわめき声にはヘドが出そうになる。公爵様？リオセスリー、リオセスリーか。あなたが来ることは予想していたけど、まさかこんなに早いとは。あなたは結局私の言ったことを理解してくれないのか。こんなにたくさんのケーキを持っているんだ。一つくらい私に分けてくれてもいいだろう。あんたは分けると奪うの違いを分かっていないようだ。それにあんたの食べ方は見るに耐えないほど汚い。何正義の使者を気取っている。まさか忘れてないよな、メロピネ要塞にいる連中はどいつも罪人だってこと。ここにいる奴らは全員悪事に手を染めた卑劣なクズ中のクズなんだぞ。そんな奴らが罰を受けて何が悪い。全て自業自得だ。あなただってこいつらの命なんて重く見てないだろう。メロピネ要塞が機能し続けさえすれば、あなたは十分な利益を得られる。違うか。残念ながら俺はあんたと違う。一度もこいつらを効果として見たことなんてない。メロピネ要塞は囚われの地であり、そして公正の地でもある。こいつらはここで落ちぶれることもできれば、救いを求めることだって可能だ。肉体には限界があるが、精神は常に自由であり続ける。確かにこいつらは過ちを犯した。だがそれでも、こいつらは家族や友人、大切なもんを持つ、血の通った人間だ。
肝心なのは、過去を整理し顧みた後、これからどう生きていくか。その選択権は、こいつらの手に委ねられるべきだということ。だがあんたは、恐怖でその精神を殺してる。こいつらを考えることのできない奴隷へと作り変えた。それを自業自得だと。自分を何様だと思ってやがる。こいつ、すごく怒ってるぞ。あなたは私の傲慢さを笑い、私はあなたの甘さを笑う。リオセスリー、あなたは考えが未熟すぎる。メロピデ要塞を本気でいいところだと思ってる人がここにいるとでも。いや、それは今も、ましてやこれから先も起こり得ないこと。あなたが飴をくれたからといって、その素晴らしさを覚えようとする者はいない。罪人を従わせるのに欠けている者は無知だ。もう少し気づくのが遅ければ、メロピデ要塞の警備ロボは全て私の手に落ちていたところだったよ。さあ、神の目を持っていようと。この強大な創造物を相手にいつまで耐えられるだろうね。大口を叩いてる割にそれっぽっちの見識しか持ち合わせてないとはな。なら、あんたの要望に応えてやろう。恐怖が全てを支配できると思うのなら、俺に恐怖を見せてみろ。選ぶんだ。あなただって罪人だろう。罪人なんか全員くたばっちまえ。バカな。俺がそんなに怖いか。銃を向ける勇気すらないと。待て、メロピネ要塞では試験や拷問は禁止されてる。公爵だろ、身をもって範を示すべきだ。ああ、確かにそうだったな。じゃあ今日からそのルールは廃止だ。ここじゃルールはただあんたらを縛るための道具。公爵が誰かを殺すのに理由なんて必要ない。分かったか。悪いな、時間がかかってしまった。
待ちくたびれたんじゃないかい。そんなことないぞ。こんな風に気遣いのできる一面がお前にもあったんだな。いや、真逆だ。俺は無力だ。あいつらが日々直面してる恐怖に共感することができないんだ。慰めにしても償いにしても、あいつらの心の傷を修復することはできないかもしれない。これは俺の責任であり、メロピデ要塞の責任でもある。ああ、これくらいは解決できないとな。そうだ、あの悪党はどう処理するつもりだ。ドゥジェ君か。もう決めてある。しばらくは何もしない。え、なんでだよ。これから毎日自分がどんな目に遭うのか想像させるのはあいつにぴったりの罰だろ。懲罰の形式も日程も一切教えずにな。もちろんこれは情けをかけてるわけじゃない。何しろ遠慮なしにやっていい相手なんてめったにいないからな。聖望の会のメンバーと話して、奴が普段どんな手段を用いていたか把握するつもりだ。それを全部身をもって体験してもらわないとだろ。お前が怒るとこんなに怖いんだな。うん、おいらこれから気をつけて話そうと。俺があんたらにそんなことすると思ってるのか。はあ、嘆かわしいな。ま、冗談はさておきだ。今回は協力に感謝する。まだ後始末がかなり残ってるんだが、そうだな、こうしよう。2日後特別許可食堂で飯をおごらせてくれ。その時には事件もいろいろと進んでるだろう。え、いらないぞ、もう食べ飽きたし。安心しろ、サービス食じゃない、俺が手配する。よーし、約束だぞ。いざ。ああ、来たか。ご飯に関することは絶対忘れないぜ。こいつが忘れてたとしてもオイラが知らせてやるからな。いやいや、そういう意味じゃなくて、リオセスリならわかるだろ。さあ、よくわからないな。おい、なんでだよ。冗談はここまでにして、実はいい知らせがある。医師の診断によると、頭からあの中空のトゲを摘出するのは難しくないと分かった。しばらく静養すればあいつらも良くなるだろう。精神状態に関しては大部分のやつがかなり回復してる。だが状態が比較的深刻なやつも数名いてな。そいつらは重要観察リストに加えることにした。へえ、なかなか頼もしいじゃんか。当然だ、
俺の縄張りで起きたことだ。俺が解決しないとな。ああ、なんだ。言ってみろ。それは、話すと長くなるんだが、俺にも似たようなことがあったんだ。子供の頃に寄宿してた家で経験したことでな。俺は孤児だった。引き取ってくれたのは、そりゃもう優しい夫婦だ。俺にはたくさんの兄弟姉妹がいて、みんな仲が良かった。父と母は、子供が成長すると、より良い条件の家庭に預けて、また新しい孤児を養子にする。本当に非の打ち所がない親だった。そう、俺はずっと思っていた。思っていた？後になって気づいたんだ。俺ら全員、親に飼われてる家畜だってことをな。俺らを育ててたのは、市場で売るためだったのさ。売れた子はいなくなる。どんな目に遭うのかは誰にもわからない。そして、売れ残った子は処分される。知ってるか？俺はかつて、自分がとんでもなく幸せな奴だと思ってた。俺の親友、兄弟姉妹、みんな俺と同じように思ってた。真実に触れたのは、俺が初めてじゃない。俺より前に、この真実に触れた子たちは、例外なく処分された。あいつらの結末と、親が見せる微笑みが重なり、なんとも皮肉な光景を見せた。ああ。あいつらは幻想を作り出し、嘘で私欲を満たした。残忍な手段も厭わずにな。その行為が、人を完全に破壊してしまうなんて思っても見なかったんだろう。あるいは、全く気にしてなかったか。だが、俺はそれが勘に触った。だから最終的に俺は、あいつらの息の根を止め、すべての子供を解放したんだ。まあ、それで有罪判決が下され、メロピデ要塞に来ることになったんだが。そんな。あまりに過激すぎる手段だった。当時俺はまだ10代。誰よりも信頼してた人に裏切られたんだ。もっといい解決策を信じようともしなかった。疑いと、行き場のない怒りに突き動かされて、当然の結末を迎えたってわけさ。いい。感想なんて聞こうと思っちゃいない。他人がどう思おうと、俺は俺らしく、こうして生きてきたんだからな。だが少なくとも、今俺が手に入れた居場所だ。同じ悲劇を繰り返させるわけにはいかない。皆さん、今よろしいでしょうか？エイビスにフェソレ。お前らもう大丈夫なのか？ああ。君たちがギリギリのところで駆けつけてくれたから、これといって怪我はなかったよ。実は今日、急に皆さんの元を訪ねたのは、公爵様に手伝ってほしいことがあるからなんです。ああ。それが理にかなった要求であれば、最善を尽くそう。実は僕、エイビスとメロピレ要塞で結婚式を挙げるつもりでして。なあ、聖望の会で知り合った後、僕たちはドゥジエの罠にはまってしまったけど、そんな状況でも僕たちはお互いを疑うことがなかった。どれも全部ドゥジエが僕たちを仲違いさせようとしたものだって確信してたんだ。今回の一件を経て、僕たちはお互いに一生信頼し合える人だって思えた。災い転じて福となすっていうやつですね。彼は私を捨てなかったし、私も彼を捨てなかった。ただ、私たちは罪人です。メロピデ要塞では、
このような派手な祝い事をするべきではないかと思いまして、それで悩んでいるんです。これって身に余る願いでしょうか？うん、俺の記憶じゃメロピデ要塞で結婚式が挙げられたことは一度もない。だが別にいいんじゃないか。俺が用意してやる。何か特別なものが必要なら水の上から運んでこよう。本当ですか？ありがとうございます、公爵様。実は僕たちケーキが終わった後もここに残ろうかと考えているんです。ええ、ここには特別な思い出がたくさん詰まっていますから、今さら離れるにはちょっと名残惜しくて、公爵様がいてくれればここの未来も安心できますからね。あんたらの信頼は俺への最高の褒美といったところだな。もうちょっと喜べって。残ってくれる人がいて嬉しいだろ。そうだな、これは服従よりもずっと貴重なもんだ。